感染が確認されたのは、未就学児から90代までの男女197人です。50代男性と90代女性の2人が中等症です。74人の感染経路が分かっていません。地域別では、高知市が127人と最も多く、次いで南国市が21人、上市が13人など12の市と町で感染が確認されています。 年代別では10代が39人と最も多く、10歳未満が32人、40代が27人、20代が26人などとなっています。新たに会食クラスターが発生しています。先月20日、中央東館内の友人グループ10人が飲み会を行い、このうち20代と30代の5人の感染が確認されました。 県の担当者は200人前後の感染が続くと保健所や医療機関の通常業務が滞ると危機感を示しました医療機関の対応も長期化してますのでまあそろそろあの収束に持っていかなくてはいけない時期ではありますので、まあ、ワクチン三回目の追加接種をさらに加速化していく必要があるかなと思います 県内の感染者は累計で1万2,806人となりました。重症は6人、中等症は31人です。四国の感染状況を見てみますと、愛媛は300人、香川は445人、徳島は280人と、4県すべてで前の週より増加しています。